こんばんは。さあ始まりました、サイの国就活天国。この番組では埼玉県で就職を考える皆さんに就活の疑問やポイントなどを分かりやすくお伝えしていきます。番組を進行するのは県内企業の採用活動をお手伝いしている新御堂の私石井あさみと、同じく新御堂の鈴木大我です。私たちが埼玉県で企業と学生をつなぐ活動をもとに培った就活のノウハウを番組を通じて皆さんにお届けしていきます。ぜひ参考にしてください。今週もまずは県内の注目企業を紹介する埼玉の目玉企業発見のコーナーです。このコーナーでは皆さんが気になる県内企業に訪問して就活に役立つ情報や実際の雰囲気などをリサーチしていきます。今回は越谷市に本社がある株式会社伊橋エネルギーさんを紹介します。それでは早速レッツウォッチ。こんにちは、地元埼玉県出身新御堂の吉川さくらです。今回紹介する伊橋エネルギーさんは石油製品の卸売や小売、さらには自動車関連事業など幅広く事業を行っているそうです。どんな企業さんなのか早速突撃取材に行ってみましょう。伊橋エネルギーは明治43年越谷の地で創業し、石油製品販売を柱に人々の暮らしに必要なエネルギーの供給をすることで事業を発展。今年で創業113年を迎えました。1998年に石油販売部門として株式会社伊橋から分社化。従業員数472人、埼玉県を中心にガソリンスタンドの運営などを行う企業で、2022年度の売上は220億円に上ります。本社の事業内容について教えてください。まずはご覧のガソリンスタンド31店舗を展開しておりまして、そこに12の自動車整備工場を併設しています。まあ、そこで自動車のアフターメンテナンス、保険代理業、そして近年は車販リースですね、こちらを強化しています。あとモビリティという観点ではレンタカー6店舗で展開しておりまして、まあ、個人法人のお客様に時間貸しのモビリティを提供しています。あとさらには産業用のエネルギーですね、地域の工場、農家、ホテル、病院、介護施設、まあ、こういったところにですねエネルギー、潤滑油など各種サービスを提供している営業部門が活躍しています。伊橋エネルギーではエネルギーのプロフェッショナルとして社員それぞれが専門性を高め、現場で知識や経験を積みながら地域のニーズに合わせたサービスを提供しています。入社後の若手社員の方はどんなお仕事を任せていただけるんでしょうか。お客様の給油作業のサポート、あとは接客、あとはお客様の給油方法に合わせたカードのご提案やアプリ、あとはタイヤのエアチェックサービスやオイル交換、あとは洗車などのサポートをしております。あとはですね、そういった業務ができるようにですね、各種研修っていうのを本社の方でもバックアップして皆さんができるようになるまで実施しております。入社してからですね、新入社員研修っていうのもありますし、店舗の現場に配属されてからですね、マネージャーや先輩社員たちと一緒に付き添いながら仕事を覚えていくっていう流れになっております。入社2年目の平林良介さん、現在は車検や車の板金加工を担当しています。入社して理由から教えていただけますか。はい、私の両親の職業が車の仕事をしておりまして、それ以外にだと地域貢献活動に貢献されているというところから、この会社で働いてみたら面白いなと感じ入社いたしました。大変だったことってどんなところですか。お客様とお車、この2つに密に関わるお仕事なので、スタッフ同士の連携が必ず必要になってくるんですけども、うまく連携できない時とかがあってお客様にお時間もらってしまったりだとか、そういう失敗してしまったところもありますね。お客さんとコミュニケーションを取るときに平林さんが意識していることって何かあったりしますか。お客様と目を見て会話させていただくっていうところと、お客様が何を求めているかっていうのを質問でちょっとご回答させていただいているって形ですね。日常生活でもつい出てしまう、こうお仕事の癖だったりとか、なんかあるあるって何かあったりしますか。ちょっと接客業の言葉が出てしまうだったりとかが多くありますね。どういった場面でそういうのがよく出ますかね。道を聞かれたりだったりとか、困ってる人が
いた時にどうしてもお客様に対する口調でお話ししてしまったりとか、こちらですよだったりとか、ちょっと手をつけちゃったりとか、身振り手振りでご案内してしまうとか、接客業されてるんですかとかよく言われますね。あ、そうなんですか、はい、いい癖ですね。ありがとうございます。やりがいに感じる部分ってどんなところですか？感謝を直接言葉をいただけるっていうところと、何よりお客様の生活インフラを支えられている職業だと思ってますので、自信を持ってやりがいを感じています。各地に拠点を構えるイハシエネルギー、地域サービス業の魅力の源は人材と考えています。それぞれの地域のニーズの変化を先読みし、新たな付加価値をつけてサービスを提供する、地域とともに成長できる企業を目指しています。この会社に向いている方っていうのはどんな方でしょうか？やっぱり地域社会のために自らをこう高められる人材、ここに期待したいと思っているんですね。女性で整備士取って頑張ってくれているメンバーもいますし、本社には企画教育部という部門があって、スタッフみんなのスキルアップというのを全面的に後押しています。そういった中で地域社会に求められる人材になりたい、あるいは喜ばれる人材になりたい、そこに一生懸命頑張れるメンバーをいっぱい募ってですね、でみんなで頑張っていきたいなということを考えています。イハシエネルギーは6つの関連会社で構成するイハシグループの一つ。イハシグループは自動車関連事業に加え、介護事業やプロパンガス、システム開発、不動産など幅広く事業を展開し、年商は300億円以上。イハシエネルギーとしてもグループのスケールメリットを生かし、今後も成長を続けていきます。将来の夢って何かありますか？やっぱりこの生活インフラを支える職業にあって、信頼と安全、そしてお客様にお得なサービスを提供できる、信頼できるスタッフになりたいと思っております。実際にお客様にエネルギーを提供するだけでなく、安心して車に乗ってもらえるようなサポートやサービスが充実していました。だからこそ地域の方々に愛され、長く幅広い事業が展開できるのだと感じました。来週もイハシエネルギーさんの魅力をたっぷりお届けしますので、お楽しみに。以上、目玉企業の株式会社イハシエネルギーさんをご紹介しました。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。 CM の後はゲストをお招きして皆さんの疑問にお答えしていきます。さて、ここからは就活に関するさまざまな疑問にお答えする教えて社長就活 Q&A のコーナーです。今回も素敵なゲストにお越しいただきました。狭山市に本社がある株式会社ホンダカーズ埼玉西の中村社長です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中村社長には今さら聞けないあんなこと、はい、こんなこと、就活に関するさまざまな疑問に対して採用する側の目線からお答えいただきます。はい、ホンダカーズ埼玉西さんは埼玉県西部を中心に新車・中古車の販売やサービスメンテナンスをしているディーラーです。地域社会に貢献するだけでなく、社員一人一人のやりがいや働きやすさに対する取り組みに力を入れているのが特徴で、スキルアップに向けた研修制度や埼玉県の多様な働き方実践企業へのプラチナ認定、埼玉県 SDGs パートナーへの登録など実績がある企業さんになります。それでは早速番組に寄せられた質問をご紹介していきます。はい、社員さんの皆さんの好きなところを教えてください。はい、非常にみんな明るいっていうのが特徴でありますし、まあ、私が好きなところでもあります。もともと社風がこう自由な社風っていうのがありまして、まあ、風通しもいいし、まあ、お互いに言いたいことが言えるような会社かなとは私は思ってます。御社に入ったスタッフの方々はどんな成長をされていきますか？やっぱりそういう明るい人たちが多いので、そこに引っ張られていって、自然と全体がまあこう明るくなっていってるっていう風なところはあると思いますね。暗いとこれお客様に伝わりますので、やはりサービス業としてはまあみんなが生き生きした状態がまあ一番いいんじゃないかなっていう風には思ってますね。中村社長、ご自身はお仕事する上でこうどこに一番やりがいを感じられますか？やっぱりこの社員が成長してるっていうのを感じられるところが一番、喜びですかね。それから、まあ、お客様と直接接することが、少し少なくやはりなっ
ってまいりますが、やっぱり間接的にでも、あのスタッフすごく良くなったよねだとか明るいよねだとか、間接的に褒めの言葉をいただけた時がやりがいにつながっているのかなっていうふうに思います。はい。20代にもし今戻れたとしたら何をより大切にされますか？いろいろチャンスだとか、助言あったと思うんですけれども、もう少しそこに耳を貸せばよかったかなっていうふうに、思いますね。あとはやっぱり どっかの断面で必ず役に立つことが多分出てくると思いますので、自分から飛び込んで好き嫌いではなくて、経験をもっといっぱいしとけばよかったなっていうふうに思いますね。これからやってみたい事業だとか、挑戦してみたいことって何かありますか？自治体だったり、それから企業だったり、あとあるいはその、福祉事業だったり、そういったところの方々ともっとやっぱりパイプを太くして、いろんな可能性をちょっと見出していきたいなっていうふうに今思ってます。はい。ではそろそろお時間となりましたので、最後にあちらのカメラに向かって就活生に応援メッセージをお願いします。今学生生活をまさに送られているかと思いますけれども、いろいろ今後社会人になるにあたって、いろんな企業業種業態あるかと思いますけれども、いろいろ悩んでいただいていいと思います。でその中で、これをきっかけにですね、ぜひ弊社に少しお声掛けいただければ、きっといい社会人生活が送れると思いますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。県内で就職活動している、あるいはこれから就職活動される皆さん、ぜひ参考にしてみてください。竹村社長、本日ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。サイの国就活天国、今回も就活に役立つ情報をたっぷりとお届けしてきましたが、参考になったでしょうか？今回ご紹介したキャッシュエネルギーさんは明治43年創業という大変歴史のある企業さんでした。埼玉県内にイハシエネルギーさんのようなご長寿企業があることはとても嬉しく思います。来週も引き続きイハシエネルギーさんをご紹介いたしますので、ぜひ楽しみにしていてください。この番組ではこれからも埼玉県で就職を考える皆さんに就活情報をどんどん提供していきますので、ぜひご覧ください。8月にも入り厳しい暑さが続きますが、負けずに就職活動を頑張っていきましょう。それではサイの国就活天国、今日はこの辺でお別れです。次回もお楽しみに。